今日の出来事や記念日、雑学などに合わせて選ばれたカードをご紹介。合言葉は今日は何の日？ポケカレンダー。はい、どうも特攻長です。本日5月の9日はアイスクリームの日でございます。東京オリンピックが行われた1964年、アイスクリームの消費拡大を狙って東京アイスクリーム協会が記念事業を行いまして、東京都内の施設や病院などにアイスクリームをプレゼントしたことから、翌年1965年に制定された記念日となります。ちなみに記念日を制定した日本アイスクリーム協会、会長を務めるのは株式会社ロッテの代表取締役五町英一さんという方でございまして、活動内容がアイスクリームの美味しさ楽しさをお客様にもっと知ってもらい、アイスクリームファンを増やすことと、なかなかファンキーな内容になっております。また日本アイスクリーム協会のホームページでは、今月25日までアイスクリームの詰め合わせが当たるキャンペーンも行われているようです。ツイッターで気軽に参加できるようですので、もしご興味がある人はぜひとも参加してみてはいかがでしょうか。それでは本日のポケカレンダー紹介させていただきます。本日のポケカレンダーこちらでございます。せーの、バーン。はい、バイバニラでございます。こちらポケットモンスターブラックホワイトから登場した氷炭タイプのポケモンでございます。頭にトッポが生えてますけれども、あれですね、トッポって言っちゃダメですね。頭に角が生えてまして、2つの頭が同時に起こった時なんかにこの角から猛吹雪を吹き出すんだそうです。美味しそうな見た目してますけれども、どうやら毒毒や大爆発も覚えるポケモンらしいので、あまり怒らせない方がいいかもしれませんね。ちなみにこのバイバニラ、進化前であるバニリッチを2つつなげたような見た目をしておりますけれども、実際にポケットモンスターウルトラムーンの図鑑を見てみますと、朝日で溶けかけた2匹のバニリッチが寒い晩に再びくっついて凍った時に生まれるというふうに書かれております。2つ以上のポケモンが合わさって1つのポケモンになるという現象、ゲームをやってる側としては結構不思議なものですけれども、図鑑の方では結構よく聞きますよね。例えばダグトリオですとか、レアコイル、あと何ですかね、メタグロスぐらいですかね。こうやって考えてみると意外と少ないのかもしれないですけど、例えばドラパルドの上にもドラメシアが2体乗っかってますし、あとあれですよね、マンタインにくっついてる鉄砲王ですとか、あとはヤドランとかヤドキングに食いついているシェルダーとか、特定のポケモンに別のポケモンがセットになっているパターンっていうのも考えていくと、結構いろんな数があるんじゃないかなっていう感じですよね。あとは何でしょう、ミツハニーとかタイレーズとか、なんかもともと複数の生き物が集まって一つのポケモンになっているっていう例もありますよね。なんかこうやって考えてみると、改めてポケモンって何なんだろうっていうふうに思っちゃいますよね。で、イラストレーターさんが川陽さんでございます。この方は2008年からポケモンカードを手掛けておりまして、現在に至るまでミラーなどの仕様違いも含めて214種類のカードを手掛けておられます。有名なものといたしましては、ピカゼクのスペシャルアートですとか、抜け人ゼラオラディアンシープリズムスターなどがございます。あとヤブクロン、フィオネ、エンペルトの3枚はイラストが横につながる続きになっているのも魅力的ですね。で、初めて手掛けたプロモーションカードは2009年9月ジムチャレンジで配られたオーダイルでして、あとブラッキーナイトバトルの優勝プロもブラッキーですとか、チャンピオンシップシリーズ2020のミュウツーなど、プロモーションカードもいくつか手掛けられているイラストレーターさんでございます。ポケモンカード以外ですと、ポケモンシリーズのイメージイラストですとか全体マップ、2016年のポケモンセンター札幌リニューアル時のグッズ、あと2018年に販売された100ポケアコーのイラストなどもご担当されている方でございます。線や色をどんどん重ね書きしていく厚塗りという独特の手法が特徴的でございまして、 YouTube ではその下書きと塗りを同時に進めていく様子をタイムラプスで楽しむことができます。はい、といったところで、本日5月9日はアイスクリームの日ということで、川陽さんのバイバニラご紹介させていただきました。それではまた明日のポケカレンダーもお楽しみに。それでは5月9日のクチッとチャレンジ行かせていただきます。よいしょ。はい、特に何もなしでございます。アフタートークですね。皆さん好きなアイスクリームって何ですか？私はね、ホームランバーがめっちゃ好きなんですよ。皆さんが好きなアイスクリーム何でしょうか？ぜひともコメントの方を残していただければと思います。あとこの動画もし気に入っていただいた方は、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた明日。